どうもご紹介ありがとうございます。今日は2時間ほど私の話に付き合っていただきます。どうもありがとうございます。京都大学の斉藤と申します。で、一応今日のタイトル中性子で見る流れと、で、ちょっとどういう話をしたらいいかなとちょっと悩んだんですけども、ちょっと薄い内容になってるかもしれないですけども、後で質疑の時間を作りますので、そこでもし疑問に思うことあればお聞きいただいたらいいと思います。京都大学複合原子力科学研究所というところの所属でございます。私で、これ私言い慣れてませんっていうのは、我々の研究所はですね、以前この3月末までは原子炉実験所という名前でした。で、今年の4月1日から、実験所の名前が複合原子力科学研究所という名前に変わりました。まだだから1ヶ月ちょっとですね。で、場所は、京都ではないです。大阪府の泉南郡の熊取町というところにございます。で、そこのとこは、京都大学の本部ですね。本部から約 100km ぐらい離れたところです。ここに京都がありまして、非常に和歌山に近いところですね。で、もともと原子炉、研究炉がここにあるんですけども、ちょうどここに書いてありますけども、昭和39年にこれ初臨界を迎えています。だからもう50年以上の、研究用の原子炉が我々のところにあります。で、もう一つ KUCA という小さい、出力の小さい原子炉が我々の研究所にございます。そういった研究炉、あるいは加速器を使って放射線を使った研究をしている研究所です。で、ここのところ長らくですね、平成18年までは高濃縮ウラン、燃えるウランと燃えないウランありますけども、燃えるウランの濃度が 90% 以上の高濃縮ウランで運転をしてましたけども、それは核セキュリティ上良くないということで 20% 以下の低濃縮燃料に切り替えて、平成22年から低濃縮のウランでの運転をしてます。で、福島事故以降ですね、しばらく新規制対応があってですね、昨年から、利用運転をまた再開したという研究所でございます。で、研究炉を利用してどういうことをやってるかっていうと、この丸の内セミナーで一番最初かなに、うちの鈴木というものが説明したんですけども、割と有名なのは中性子を使ったがん治療をやってます。酵素を、入れた薬剤を注入して、それががん細胞に吸着するような特性を持たせて、そこに中性子を打ち込むと、がん細胞だけが選択的に死滅すると、正常細胞にはあまり影響を与えないというような選択的な治療というのが我々のところの目玉の一つでございます。それから、放射化分析であるとか材料の照射効果、あるいは物質化学で、生命化学ですね。それから私が今ちょっとやってる中性子でものを見るというような研究が主に行われています。で、私の個人的な、自己紹介もさせていただきます。これ本日の内容ですけれども、私自身の自己紹介させていただきます。それから、やはり原子炉実験所、複合原子力科学研究所ということで、中性子がどこから出てくるかというと原子炉から出てきます。それから2011年に福島の事故ございました。で、一応その概要は後でディスカッションあるかもしれませんけども、その話を少しさせていただくと。で、赤色あるいは非破壊の計測として中性子のイメージング、中性子の性質ですね、それからイメージングの概要、画像の取得と、CT とかを取れますので CT の作像法、それから中性子で最後ですね、流れを見ると。で、ここを見るとこう感じ、こう視力の視と書いたのはですね、ただ漠然として見るんじゃなくて、じっと見てるというような意味でこの漢字を使ってます。で、最後ちょっとまとめさせていただくと。で、自己紹介です。私の名前斉藤康史と申します。出身兵庫県の西宮市出身、甲子園口という駅のところですけども、で、京都大学の工学部の化学工学科というところに入学しまして、で、粘性流体の流れをやってました。水道がジョーと出てきたこうジェットになるんですけども、そういった安定性の研究をまず学部でしてました。
で、それから修士に同じ化学工学に入って、チョクラルスキー法における熱伝達と、ちょっと聞いても何をやってるかわからないんですけども、で、博士で回転円盤常用度未転流れの熱伝達と、ちょっとよくわからないと思うんですけども、で、今の職場に移ってから原子力の熱流動ですね、まあ、液体金属の二層流とか沸騰熱伝達、あるいは水蒸気爆発、それから多孔室内の二層流とか加速器駆動システム、これは核のゴミを変換するようなシステムなんですけども、それからそれらを研究するためのツールとして中性子を使った可視化をしているということです。それからまた二酸化炭素の沸騰熱伝達っていうのは、これ冷媒として二酸化炭素を求め使うというような研究でございます。で、見ていただいたら分かるように、私の専門っていうのは主に熱とか流体の流れが専門です。で、それのツールとして中性子を使ってやりたいということです。で、まずこのチョクラルスキー法ですね、ちょっとだけ説明します。チョクラルスキー法って半導体単結晶製造法です。で、こういうるつぼがありまして、るつぼの中にシリコンの溶液が溶かしてですね、周りから輻射で温めて柱表面に種結晶を置いてぐるぐる回しながら上げていくと。で、だいたい今大きいので直径が30センチぐらいの単結晶が出来上がります。で、僕これやってた20年前ぐらいなんですけども、その時にはできるだけ大きなものを作るということで45センチ作ると言ってたんですけど、いまだに45センチは一般的になってないようです。で、これがインゴットなんですけども、インゴットを作って、単結晶のインゴットを作って、これを薄くカットしてきれいに磨いて、で、まあ普通のウェハーというものができると。で、今では太陽光の発電のパネルですねに使われるようなものです。で、こういったものを使うときに、この流体ですから、ここ対流が起きます。対流が起きるので、ここの成長速度ですね、単結晶の成長速度っていうのは、ここの対流熱伝達あるいは流れによると。で、それでここの熱伝達を私研究してたんですけども、シリコンの溶液の流れっていうのは我々測ることはできませんでした。なので、これは我々はモデル流体として水を使ってその熱伝達を測ったり速度を測ったりしたと。けども、シリコンの溶液と水とは物性値が全然違うので、やはりその説得力がないということですね。なので、これを何とかして測れないかというのが一つですね。で、まあ、さまざまな流れと熱伝達って世の中いろんな問題があるんですけども、一番身近なのは、まあ、流体力学って言えば、まあ、飛行機とか車とか、なんかよく風洞実験とかしてますけども、風洞実験でどれだけ抵抗が少ないとか、そういうのはまず流体力学って言われるもんですね。で、あるいはもっと大規模になって、海洋とか大気の流れ、地球シミュレーションみたいなもの、もうこれでも同じ範疇です。で、私が言ってた化学工学っていうのは、基本的には化学反応器の中の流れですね。例えば蒸留等であるとか、あるいは何か高分子の反応器であるとか、そういうものの中の流れ、あるいは、熱伝達というのを私は学生時代やってたと。それから冷凍機とかエアコンの中での冷媒の流れで、現在は原子力プラントなどの水とか水蒸気の流れとか、あるいは事故時の熱流動です。で、ここにもありますけど、これ、原子炉のポンチ絵です。ここで熱が発生して水が蒸気になって、蒸気でタービンを回して電気を作って、で、発電するということです。で、ここでは、熱で蒸気を作ってますけども、冷凍機の場合これの逆サイクルですね。コンプレッサー回して圧縮して熱いものを冷やして、室内で蒸発させて熱を奪って外に出ていくと、逆サイクルになってます。で、けども一般的には同じ計測法では測れないです。なので、応用に応じたその計測手法の確立っていうのが必要になっているということですね。これ横はこれ風洞実験かな。で、これはですね、チェジュ島のとこのカルマウンズの動画です。で、これうちの実験室でやってる実験なんですけど、沸騰です。ここのとこ沸騰の電熱面が1センチぐらい
で一般的な沸騰よりも熱効率が10倍ぐらい高いと、あの気泡微細化沸騰っていう沸騰なんですけども、それの周りの流れ、これ小さな気泡が出ますから、それをトレーサーとして速度を測ってあると。この緑のところにこれ矢印が出てるんですけども、この辺はどういった流速ですか、どの方向に流れてますかということが分かります。けどもこれは流体が容器も液体も透明な場合だったらこういう可視化はできます。けども一般的に配管は透明じゃないで、液体も透明でないことが多い。だから一般の機械の中の流れを直接見ることっていうのは非常に困難です。水道管の中の流れは普通見れない。